はい、皆さんこんにちは。ギリギリイクメンことギリメオピーです。今日はですね、京都府京丹後市加藤山公園キャンプ場にやってまいりました。久美浜湾でございますね。はい、ということでね、ついにやってきました京都の上の方のキャンプ場、やっと来ましたね。こちらのキャンプ場ですね、視聴者さんからおすすめされたキャンプ場となっておりまして、まず道のりですね、高速を降りて30キロほど下道があるんですが、特に細い道等もございません。場内入る手前ぐらいですか、少し細くなる場所もございますので、そこだけ注意っていう感じでございますね。そして au 電波は大丈夫そうですね。バッチリ繋がっております。はい、ということでね、はるばるとやってきたわけですけれども、なんかいい雰囲気醸し出てますよね。そこがオートサイトなのかなと思っております。坊ちゃんどこ行ったのな。今回は海の見えるキャンプ場ということで、海が見える場所が取れればいいんですけれども、まあ、土日ですからね、難しいかなと思いながらも、とりあえずチェックインの方やっていきましょう。はい、サイトの方到着いたしました。本日のサイトですね、17番サイト、全区画電源1500ワット付きでございますね。あれ、うちの椅子です。はい、こちらサイトの全容になりますね。なんかね、思ってたよりこれこんもりしてるんですよ。わかりますかね、こういう感じで盛り上がっておりまして、一応ペグが打てる範囲でいくと、横6メーター、縦が9メーター取れますね。で、公式表記が 8×5 っていうことやったんで、1メーターずつ広くなってるんですが、このこんもりなってる部分のこの平坦部分ですね、ここが 4×7 っていうことなんで、コクンクラスでぴったりっていう感じでございます。この形だとツールームテントが一番マッチしそうな感じがしますよね。そして横のエリアもね、同じようにこのようにこんもりとなっておりまして、駐車スペースは別っていうことなんで、わりかし広くは取れてるんですが、後ろの方がですね、山や海となっておりますので、設営スペースとしてはコンパクトにはなりますけど、空間としては広く感じますよね。そしてこちらのキャンプ場はこれですよ、久美浜湾でございますね。残念ながらね、今回は海沿い取れなかったんですね。なんやったら海から一番遠い場所と言っても過言ではないかもしれないです。ということでね、まあとりあえず場所のことをなんか言っててもしゃあないんで、早速設営の方やっていきましょう。はい、設営完了しました。本日ですね、キングキャンプアニゾ320、そしてトモウントのトンネルタープ、こちらの連結でやっていきたいなと思います。いや、どうですか、この横幅6メーターの区画にタープが立っちゃうんすよ。これがね、トモウントの利点でございます。そして連結ね、このような感じになっておりまして、まあ連結と呼ぶかどうかはさておきですね、かなり前室感が醸し出ておりますので、僕の大好きな閉鎖的な環境がね、作られてるんじゃないかなと思います。そしてこちらキングキャンプのアニゾですね、夏ぶりのテントとなるんですが、マリピの大好きなテントでございます。とにかく涼しいです。はい、サイトの土の状態ですね、ちょっとアリ多いですね。固定力は大丈夫ですね、バッチリ止まってるんじゃないかなと思います。乾いた土というような感じなので、長めの鍛造が安心じゃないかなと思います。まあ一応海沿いですからね、風がある時はありそうなので、強風対策は万全に挑んだ方がいいかもしれないですね。どこ行ったお盆たち。ということで今日はね、めちゃくちゃ快晴キャンプで汗だくでございます。キャンプ場もね、登ったりとかすると思うんでね、その辺も踏まえてキャンプ場の紹介しっかりやっていきましょう。はい、それではね、キャンプ場の紹介やっていきたいなと思います。こちらまず管理と受付ですね、かき氷とありまして、なんとこちら Wi-Fi も飛んでるみたいですね。すぐ目の前にね、テラスのようなものがあるんですが、虹色テラスと書いておりまして、こっちから見るとオートサイトを一望できますね。ここオートサイト、こちら第2キャンプ場、そして駐車場ですね。で、まず第1キャンプ場なんですが、こちらの橋渡って上の方に登っていったところが第1キャンプ場となるようですね。行ってみましょう。はい、それでは第1キャンプ場からね、紹介していきたいんですけれども、第1キャンプ場はですね、受付管理棟の上の方に位置するエリアとなっておりまして、車の乗り入れが可能なエリアなんですね。で、こちらに炊事場もしっかりあって、まあ、名物的なね、久美浜湾を望むっていうわけにはいかないんですけれども、やっぱりオートサイトは混み合う可能性あるので、わりかし穴場としてはありなのかもしれないですね。いや、僕オートサイトはね、下のオートサイトだけやと思ってたんですけど、こちらの第1キャンプ場も車横付けでキャンプすることができるんですね。はい、でこちらも設営できるんですかね。なんかちょっとサイト上にこんもりなってるんで、設営できるんじゃないかなと思うんですけど、めちゃくちゃ広いですね。トイレ問題はあるかと思うんですが、傾斜をね、上がってきた先にはなるので、遠いと感じる方はいてるかもしれないですけども、トイレはどうするのかな、管理棟とか使うのかな。
はい、第一キャンプ場フリーサイトを越えてすぐですね、遊具が見えてまいりました。巨大アスレチックですね。こっから見るとね、第一キャンプ場からの距離感がわかるかなと思います。すごい運動量、地味なここの魚。結構ね、大型の遊具にはなるんですけど、この傾斜がタフですね。あの手前にオートサイトがあるんですね。こう見ると距離感が少しあるのが分かってもらえるかなと思います。夏場は上がってくるのちょっと辛いですね。はい、こちらですね、場内ちょっと探検してたらもう一つフリーサイト見つけましたね。第2フリーと書いておりまして、ここ駐車場、そしてここは車横付けは無理ですけど、いや結構な隠れ家的な雰囲気ありますね。炊事場はそちらにあります。ただキャリーで押せる感じではないので、軽装備の方がいいかもしれないですね。場所的にはちょうどそこにトイレがありまして、トイレからは結構近いですね。そしてどうやらですね、第一キャンプ場の方はですね、日中は管理棟のトイレが使えるようで、管理棟が閉まる夜からはやっぱり下の方のトイレに行かないといけないっていうことですね。はい、それではシャワー室でございますね。シャワー室は受付管理棟の中にございます。男女分かれておりまして、時間制ということなんですが、コインシャワーではないですね。広くて結構使いやすいんじゃないかなと思います。立ちスペースもしっかりあるんで十分ですね。はい、それではね、オートサイトの紹介やっていきたいなと思います。まあ、パッと見た感じはですね、普通の広場のような雰囲気になってるんですが、海沿いのサイトとそうではないサイトと分かれております。すべてね、電源付きっていうことなんですが、このようにやっぱりこんもりとしたような上に設営するっていうことですね。なのでテントによっては若干ね、設営しづらいなって思う方はいてるかもしれないですけれども、大型ツールームテントであれば基本的には設営できるようになってるのかなと思います。そして海沿いのサイトなんですが、5番からずらっと縦並びに、ね、なっておりまして、10番ぐらいまでですかね、が海沿いのサイトっていうことなんで、希望があればある程度の指定は受けれるっていうことなんで、まあ今回はね、海沿いは全て満場っていうことやったんで、僕らはね奥の方になってしまったんですけれども、まあやっぱりここでキャンプするんやったらね、海沿いのサイトを選択する方がいいのかなと思います。でサイトのサイズとしてはまあほぼほぼ一緒かなっていう感じはします。ただまあこっち側の方はですね、やっぱり釣りがそのままできるっていうことなんで、釣りをされる方なんかやと海沿いサイトが一番いいんじゃないかなと思います。来ましたね、久美浜湾でございます。夏の水遊びには良さそうですが、海水浴はできなくなっております。で岩がね少しゴツゴツしておりますので、お子様の履物とかね服装注意したいところではございますね。いやーのどかですね。風結構吹いてるかなと思ったんですけど、わりかしおとなしい感じですね。はい、おはよう。海来たで、海海側から見ると海沿いのサイトはこのような感じで、いや本当に距離感的には10メートルとかそれぐらいの先になりますので、やっぱりこっちの方が人気になるんですよね。そしてまあうちのサイトからだと距離感的にはどんなもんでしょうか。50メートルぐらい行く感じなので、景観ってなると特等席はあるのかなと思いますね。でキャンプフィールド自体はもうぐるっとね囲んでサイトがあるような感じで、まあ隣接はしてるんですけれども、前とか後ろとかにサイトが来るわけではないので、使いやすいんじゃないかなと思いますね。はい、このようにですね、場内の真ん中はすごく大きな広場になってるので、坊ちゃんね自転車 OK っていうことなんで、自転車ルンルンで乗っておりますね。怒ってる、置いていった。そしてこちらですね、トイレが少し遠いっていう口コミ見たんですけれども、トイレあちらの建物ですね、思ってたより遠くない感じはしますね。炊事場もあっちの方ありますので、あっちの方も紹介していきたいなと思います。はい、それではね、設備の紹介やっていくんですけれども、こちらに自販機ございます。これはありがたい。その裏に炊事場があるような感じで、距離感としてはこんなもんですね。70m 80m ぐらいかなと思います。それでは炊事場見ていきましょう。炊事場でございますが、あ、口数は結構ありそうですね。こんな感じのコンクリート系の炊事場となっておりまして、昔ながらの感じの炊事場でございます。まあさすがにお湯は出ないですね。はい、それではね、第2キャンプ場の紹介やっていきたいなと思います。炊事場の横にあって、オートサイトの横にあるっていうのが第2キャンプ場でございます。こちらですね、車の乗り入れができるサイトではなくて、荷運びが必要なんですが、駐車場の距離感としてはこのような感じになっております。止める場所によっては荷運びは短く済むのかなと思うんですが、設営できるテントサイズですね、4メートル ×4 メーターのウッドデッキっていうことなんで、コンパクトなテントであれば宿泊可能かな
と思いますね。ウッドデッキペグは、デッキ用ペグはどうでしょうか。結構厚みあるんですけど、まあいけるのかな。はい、それでは第二キャンプ場の奥にトイレがございますね。いや、建物意外に綺麗ですね。で、オートサイトの端の方から測ってみました。一番遠くて137メートルっていうことなんで、徒歩2分かからないぐらい。それではトイレ見ていきましょう。どうでしょう。うわー、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。全然問題なさそうですね。綺麗なウォシュレット付きの洋式トイレと、かなり綺麗な洗面台もありますので、使いやすいんじゃないでしょうか。何してマンデーマンデーサンデーにチューズでやった。パパ、見て。お、貝殻。あ、貝殻か。魚捕まえたんかな。動いてんねん。うわ、砂食べてる。砂の中にな、ちっちゃい生き物が入ってて、それ食べてんちゃうかな。貝殻のお尻の中にさ、エビが入ってる。一緒に住んでんねん、エビと貝殻が。あっちの奥に日本海見えてるらしいで。日本海をだからぐーっとなんかこう囲んでるような感じで。久美浜湾どう。待て、久美浜湾。持ってるやん。パパやったるわ。落ちてるやん。うわ、もっと難しいの来たで。いや、苦しい。踏むで、踏んだ。うまいかなと。さすがに無理。さすがに無理。この間初めて。はやはや。はい、ということでね、もう6時半前なんですよね。いやー、来ましたね、夏がね。本当に海側3サイト空いとるな。いや、僕が聞いた時に空いてないって言われたんですけど、どうだろう。まあでもこっからでもね、普通に海の景観は見えるかなと思うんで、もしかしたらここを開けて海の景観が望めるようにって考えたのかもしれないですよね。そして今夜用のね、ランタンをセッティングしまして、電源がね、ここにありますからね。もうもはや家のコンセントと同じレベルで使えますよね。全員海側に向けてる中、うちだけは海側に向けないっていうね、我が家らしいキャンプじゃないかなと思います。はい、今日もね、キャンプが終わろうとしております。しっかりと暗くなってきたところでございますね。で、たまに夕方からね、風が吹くことあるみたいなんですけども、今日は全然穏やかな感じでゆっくり眠れるんじゃないかなと思います。では、おはようございます。で、会いましょう。はい、おはようございます。朝になりましたね。いやー、実は朝からですね、坊ちゃんにせがまれて遊具がある場所までね、登ってきたんですけれども、いやー、どうですか、この景観なかなかいいですよね。で、風がね、少し吹いてるのが分かってもらえるかなと思うんですが、夜中のうちはね、ちょっと突風的なものも吹いておりましたね。まあ、倒壊してるテントなんかも見たんですけれども、まあやっぱり海沿いっていうことはですね、風がいつ強く吹くか分からないっていうことなんで、寝る前のペグチェックとかね、していただけたらみんなが安心して過ごせるんじゃないかなと思います。ということで、早速総評の方やっていきましょう。はい、それではね、兜山公園キャンプ場総評やっていきたいなと思います。まずこちらのキャンプ場ですね、シーズン営業となっておりまして、4月から11月までの営業期間となっております。チェックインが2時、チェックアウトが12時ということなんですが、アーリーレイトに関してはそれぞれ1000円プラスで利用することができますね。選択できるキャンプフィールドが3種類ございまして、まず第1キャンプ場ですね、こちら遊具からはかなり近いエリアとなっておりまして、遊具で遊ぶ重視であればこのエリアかなと思います。フリーサイドでさらに車も横付けできますので、テントサイズも選ばないっていうところがポイントでございますね。そして次に第2キャンプ場、 4×4 のウッドデッキエリアとなりますので、コンパクトなテント専用のサイトとなりそうですね。そして次にうちが宿泊したオートサイトエリアですね。ここは平坦な部分でいくと大型ツールームテントぴったりぐらいのサイズ感になりますので、ベル型テントってなると、まあ、350ぐらいのサイズが限界じゃないかなと思います。で、ただロープのはみ出し部分なんですけれども、皆さんね、結構前の方とかはみ出してる感じがあって、で、管理の方もね、特に注意とかもなかったので、前方後方に関してはわりかし余裕を持って設営できそうな気がしますね。それぞれのサイト定員は5名となっておりますね。そしてこちらのキャンプ場、ペットは OK のキャンプ場となっておりまして、ゴミも全て回収していただくことができます。で、お風呂なんですが、時間制のシャワーがございます。こちらも室内で使いやすいんですが、温泉はですね、10
20分ほど行くとございますので、そちらを利用するのもいいのかなと思いますね。そして売店なんですが、キャンプギアとかそういったものは販売されておらず、薪販売の方はされてるんですが、食べ物系はねしっかりと用意が必要かなと思います。周辺はスーパーコンビニそれぞれ10分ぐらいの立地でございますね。そして今回うちが支払った一泊料金5000円ということになりました。サイト代はですね、シーズンによって2パターンあるんですけれども、今回はサイト代4500円に公園美化費が500円追加されたような形となっております。いやこの料金ね、いや僕は結構安いなと思いました。遊泳禁止とはいえね、ちょっとした水遊び的なこともできますし、釣りもできて、どうやらカヤックの乗り入れも OK ということなんで、ファミリーで来ても十分遊べるキャンプ場だなっていう印象でございます。そしてスタッフの方たちもですね、かなりね対応も素晴らしくて、まあ、シーズン営業ということで利用できる期間は限られてるんですけれども、春夏秋全て含めてですね、ファミリーにおすすめできるキャンプ場でございます。はい、ということでね、今日も無事にキャンプを終えることができました。風はね常時吹いてるんですけれども、いやこんだけ暑いとちょっと涼しくていいっすよね。あとはタープを撤収して終わりでございます。セルテントがどいたので景観もこのような感じですね。おっちゃんは終始ご機嫌でございました。ということで、こっちのね方まで来るのも初めてやったんですけれども、これからはですね、もう遠い場所のキャンプ場しかね残ってないぐらいなんで、こちらもじゃんじゃんね紹介やっていきたいなと思います。またねこういった情報とか配信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではカーブと山公園キャンプ場からお送りしました。バイバイ。タフ。